転生はこんなもののためにお前を死なせてしまった。凛の命と引き換えに得るものなど何もない。開いた。しかも前より穴がでかくなっておる。戦勝丸さんは戻ったか。どうした戦勝丸、浮かない顔だな。そなたの望み通り天聖河は成長し明道は広がった。少しは喜んだらどうだ。凛がこうなることを知っていたのか。そなたはすでに一度小娘を天聖河で蘇らせたのだろう。天聖河で死人を呼び戻せるのは一度きりだ。当然だろう。本来命とは限りあるもの。そなたの都合で何度も救えるほど軽々しいものではない。殺生丸、そなたは神にでもなったつもりだったのか。天聖河さえあれば死など恐るるに足らぬとそなたは知らねばならなかった。愛しき命を救おうとする心と同時にそれを失う悲しみと恐れを。悲しみと恐れ。父上はこうも言っていた。天聖河は癒しの刀。たとえ武器として振るう時も命の重さを知り慈悲の心を持って敵を葬らねばならぬと。それが百の命を救い敵を冥道に送る天聖河を持つ者の資格だと。殺生丸様が慈悲の心を知るために凛は死なねばならなかったというのか。昇遊会泣いているのか。邪険でございます。殺生丸様はどんな時でも涙を見せぬご気性ゆえこの邪険が代わりに。ほう、悲しいか殺生丸。二度目はないと思う。冥界に潜まれていた小娘の命が殺生丸様に代わってお礼を申し上げます。殺生丸の恩恵を。それともなしか。人間の小娘を引き抜きなさい。